ありがとうございます。私は、復元祈願の法華教授、住職神宮寺隆法でございます。石川海老蔵さんのことについて、全国からメールが来ております。小林真矢さんの怨念、呪い、 これによって市川海老蔵さんの人生がどのようになるのか。市川海老蔵さんと神田沙也加さんを結びつける何か目に見えないものがあるように思えてなりません。自殺はいけないことですが、自殺よりももっと苦しいことが 生きている時はあるものです。これを何とかしなければならない。解決しなければならない。一体どうしたらいいのか。このことについて、次回の YouTube で、私は詳しくお話ししたいと思います。神宮寺隆法は、あなたの幸せを心から祈っています。 神宮寺隆法でした。ありがとうございます。